返事入れた時は、もう泣いたね、号泣、なんかもう震えた中でまた震えて、金は少し減るかも分かんないけど、もっとたくさんのものがお前にはこう手に入るって、確かに気持ち的にまあ手に入るみたいな。でその時にもう返事する中には、もうお金はもうちはもう飛んどいてね、体力が持つのか。なるほど、なるほど。監督やって、監督って実際ね、精神的にはもう半端じゃなくきついけど、体力的には楽なんですよ。座ってても怒らないし、コーチはもう監督じゃずーっと7時間ぐらい経つわけだから、まあ命をかけるまではなんないけども、憧れの原さんに誘われた以上は全力尽くそうっていう、もうじゃあ監督お願いしますって言った時に、もう返事入れた時は、もう泣いたね、号泣、なんかもう震えた中でまた震えて、やりますみたいな、こう。やらせてもらいます。びっくりしたんですよ。本人からこう自分の言葉で直接メールするんですね。そこで来た。そういうのってね、なんかもっと違う業務的な感じかなって。サンドナイツはテレビ東京公式 YouTube でも配信中。